知南市立与原小学校で不審者が侵入した訓練が行われました。あ、ちょっと待ってください、すいません。警察署員が不審者役になって行われた訓練は、学校へ無断で侵入した不審者が発見されたことを想定。ちょっと触らないでください。触らないでください。学校に不審者が侵入しまして、教頭が対応中です。訓練です。イカのお寿司が玄関に届きました。子どもたちがパニックにならない内容で校内放送が流れたと同時に体育館へ避難しました。職員の呼びかけに応じない不審者は刃物を突き出して職員へ襲いかかろうとします。職員2人でさすまたを使って抵抗しようとする不審者を牽制。さすお前ら、落ち着け。不審者が確保されたことの報告があり、日南警察署から訓練についての話がありました。挨拶ができる人のことを地域の皆さんは、あの子はいつも挨拶してくれる誰々さんだな、誰々くんだなと言っていつも気にかけてくださいます。だからね、安全に過ごすことができるんです。その挨拶をこれからも続けて、自分の命はって言ってほしいなと思います。恥ずかしがらずに他の人にも挨拶をちゃんとやりたいなと思いました。不審者が来て怖かったけど、本当に不審者が来た時には落ち着いて対処したいです。この後、日南警察署からさすまたの特徴や使い方について説明があり、職員たちは使い方などを確認していました。こうしたり足を狙ったりとかしてその場に留める。あとは駆けつけた別の教職員の方があっちに気が向ける時に膝を狙って倒す。宮崎県内での声かけ事案は2022年は474件で減少傾向とのことです。